だが永遠と落ちてくる世界でのプレイの違い。ラッキーの場合、かなどこが永遠と落ちてきたり。なんだよこのチャンネルは。でも矢はそこまで鬼畜な世界ではなさそうだな。でも真上から落ちてきてるからチクチクするの腹立つな。どうやって安定したプレイができるのかわからないな。霊夢の場合、確かにウプ主の考えもわかるけど、今回はブロックじゃなくて弓だから重くなる心配もないし即死も考えられない。木の下に隠れるとかすればなんとか生活はできるんじゃないかな。でも建築とかはよくわからないな。マリサの場合、確かに霊夢の木に隠れる手はありかもしれないけど、地下に高さにマスの家を作ったらそこで死ぬことはない。木に隠れるだけじゃなくて家を高さにマスにすればいいでしょ。これが一番無難なしの避け方かなと。これ以外はないでしょ。おもんないキッズの場合、いやー最近コメント欄でボクちゃんの人気が上がってきてますな。このままだと霊夢とマリサの位置奪っちゃうんじゃない。ボクちゃんの天才さと可愛さで。何が可愛さだ。ボクちゃんは自分の上にブロックを設置するよ。お疲れ。と MJ の場合、かなどこじゃなくてラになっちゃったの。もうそんなの最高じゃない。この微妙にダメージ食らう感覚が最高。気持ちいい。微妙にいかない感じ最高。発言を控えたまえ。サイコパスの場合、これキッズのやり方を動物とかでできないのかな。ブロックは少しの間でもラグが生じる。それなら動物で食い止める。一番鬼畜だ。